今日は10月27日8時です。午前8時です。今、この前ブロックを並べたところですね。で、今日はちょっとなんでアゼのブロックかとかコンクリートかが必要かということのちょっと説明をしたいと思いますけど、こういうことなんですよね。こうみんなあのイノシシから汗くられてほじくられてこうなってるんですけどですね、どこでもこうやられるわけじゃないんですけど、こんなになっ、あ、これなんかひづめの跡がよくわかりますね。まあひづめがこれくらいじゃいけんが、それほど大きいイノシシでもないんですけどね、ここであれしてるのは。はい、ずっとやられてます。こんな感じですね。そういうことでちょっとまあ、ブロックかコンクリートか下がいいんじゃないかということですね。もう一つは水漏れ対策ですね。この辺はそんなに水漏れしないけど、他の田んぼなんかはあぜからよく水が漏れるんですよね。そういうこともあってちょっと田んぼのあぜのブロックかコンクリートかをちょっと今計画しています。はい、まあ全面する必要はないんで、田んぼの方のに、まあ、20センチブロックだったら2段ぐらいですね。1段じゃあんまり低すぎんで2段ぐらいして、積んでいけば十分だと思いますけど、はい、そんな感じでちょっと今、計画してますが、そういうわけで、まあぜのブロックかコンクリートかが必要と考えてます。はい、そういうちょっと説明のためにちょっと撮影しました。